皆さんこんにちは。株式会社サンワファクトリーの採用担当をしております中島と申します。私たちの会社は松江市雲南市で au ショップを3店舗運営しています。そちらの店舗で働いてくださる学生さんを募集しております。今や携帯電話は生活必需品となりました。社会インフラの一つと言ってもいいのではないかなと思います。そういった生活に欠かせないものを取り扱うのが私たちの仕事です。来られたお客様のお困りごとを解消したり、またその方がよりよくハッピーになるご提案をしたり、そういったことを毎日お客様と対応しながら見つけています。仕事は接客をするんですが、携帯ショップなので携帯を販売したり、あとはお客様の使い方のご不明点とか普段のお困りごとにお答えするっていうお仕事をしております。携帯電話の販売だったり、修理のご案内だったり、あとは、操作のご案内もさせていただいてます。私は保育を学んでたんですけど、やっぱりちょっと保育じゃない道に行きたいなと思って、いろんな企業の合同説明会に行った際に、この今の働いてる会社の失敗しても大丈夫っていう、そう言っていただいたのがすごいいい会社だなって思って、ちょっと気になっていろいろ説明とかを聞きに来て、すごいそのスタッフの方とか人事の担当の方とかもいい方だったので、安心して入社できそうだなって思って入社しました。仕事を探している時に事務職みたいなものよりは何かお客様と直接接するような仕事に就きたいともともと思ってました。でただどうしてもあまりバイトとかのちょっと経験とかもなかったので、自分に何ができるのかとかっていうのがちょっともう、あんまりわからないような状態で手探りな状態だったんですけれども、合同の企業の説明会でこの会社のことを説明を聞いて、この携帯ショップで携帯を販売するっていうのが、お客様と直接接して、でお客様のそういう、こんなのに変えたいなとかっていうようなご要望に沿ったご案内ができるような仕事というのがあるっていうことを知って、この仕事をやってみたいなと思ってこの職に就きました。私は保育学科で、その子どもとやっぱり保育は接するので実習などをさせてもらってたんですけど、友達とか家族とその会話するような感じで言っても子どもだと伝わらないことがあったので、その言い方を分かりやすいように変えてみたりとか、あとは子どもの成長につながるような働きかけをいろいろするように学んだんですけど、今この会社でこの業界で活かせてるのは、その人によって理解に合った内容とか言葉の選び方をさせてもらって、ご理解いただけてるかなと思ってますので、そこが活かせてると思います。私が、所属してたのが日本語文化系だったんですけれども、そこの選択科目のところでホスピタリティ論っていうのがありまして、思いやりの気持ちを持ってお客様に接するっていうことをそこで学んだので、この職についてからもそういう研修があったりとかもしたので、やっぱりそういった気持ちを持ってお客様に接するっていうことが大切だなっていうことがその授業から分かるようになりましたので、そういうところが今活かせていると思います。
料金プランのことだったりとか、まあ、操作のことだったりっていうのはいろいろテキストなど見ながらできたんですけれども、実際それをお客様に分かりやすく伝えるっていうのがどうしてもやっぱり難しくて不安に感じてました。ただその不安が、変わったのが、直接その指導に当たってくださっていた先輩ももちろんですし、そのお店全体の、店長だったりとか、もう他の先輩方も一緒になって、ロープレーって言ってお話のやり方っていうのを教えてくださったりとか、アドバイスをもらったりっていうことができたので、そういうことの積み重ねで安心に変わっていきました。女性のスタッフが結構いるんですけど、その中でも産休に入られてる方とか、産休から戻ってこられて保育園のお迎えとかの都合があるので時短で働いてるっていう方もいらっしゃるので、すごく働きやすいと思います。弊社の女性スタッフなんですけども、基本的には、接客に従事をしていただいてて、お客様対応もとても物腰柔らかく、あとは丁寧に親切に対応しております。 au ショップの、接客なんですけども、そのスマートフォンの販売以外にも、ライフデザインという商材ございまして、例えばクレジットカードであったり電気という、商材は多岐にわたるものになっており、大変ではあるんですが、とてもやりがいのある、仕事となっています。島根で一緒に働きましょう。